ポジティブなご意見からネガティブなご意見、いろいろありますが、ポジティブな意見としては、極楽という世界が非常に身近に感じられると。それとは逆に、ネガティブな意見としましては、こういうね、あの仏教の行事というのは静かで、そこで私はたまたま音楽が大好きで大ファン で、それをね、私が素晴らしいと思う音楽、こういうことがね、こういうことを使ってお浄土の社会というのを表現しても間違いではないのではないかというふうに思いまして、こういう法要を考えてみました。極楽浄土というのは非常に光にあふれた美しい国土であるというふうに記載があります。で、これをですね、昔の方々は、電気がない時代の方々はろうそくの光であるとか、それを反射するために金箔を貼ってきらびやかな世界を作り上げたわけですね。これを今の電気などの技術を使って再現してみたらどうなるだろう。この2500年前から伝わるこの仏様の教えをね、その信仰心が薄くなっているというふうに言われる中で、我々僧侶がもう知恵を出し合ってね、あと1000年後にまたちゃんとこの仏様の教えを伝えられるように